各ご家庭の旦那様、奥様、いつもお仕事お疲れ様でございますね。で、私がね、初めてね、働いてお金をもらいましたのはね、他局のね、NHK のね、ラジオ番組で、長崎の放送局でね、コーラス団としてね、出させていただいてた時に、本当にね、あるかなしかのギャラをいただいたのが最初でしたね。で、それから東京へ出てきた音楽学校行ってて、それでアルバイトで新宿のキャンプ周りでね、ギャラをもらったんですね。それが6畳一間がね、3000円の頃でしたね、家賃がね。確か、2000円か3000円ギャラをもらったのが私の覚えがあるんですね。こんなにもらえるのと思いましたけれどもね。全部それは足りませんでしたけどね、仕送りや何かもしてましたんでね。まあそれは別に、しましてね。その他ね、衣料品屋さんでねちょっと働いたりね、アクセサリー屋さんで働いてみたり、銀座のキャバレーのドアボーイみたいなねものをちょっとやりまして、喫茶店のねボーイさんも、4丁目の喫茶店でねボーイさんもコーヒー店でしたけどね、やったことがありますし、まあそこはほとんどただ同然のギャラでしたよね。鍋底ケーキでね、仕事が日本全国ない頃でしたから、安い給料でもありがたいと思えっていう、そういう雇い主の方の姿勢でしたからね。まあとにかく、まあ、うちはね、もう大勢の人を使ってたうちでしたのでね、働く人たちのね、それぞれのご苦労をよく見てましたんでね、ね、よくわかります。まあ、その結果、私ができた歌が、酔いと負けの歌とかね、そういうものを日本で初めてワークソング、そういうものをシンガーソングライターの元祖としてね、始めるきっかけになったんでございますよ。私が世の中で一番尊敬しておりますのは、ね、サラリーマンの方なんですね。いやね、とにかく満員電車に揺られてね、で、そして、まあ、いろいろと不条理、不合理なことたくさん、あって、それでも家族のために働いて生きていかなきゃいけない。涙なくしては語れないようなサラリーマン生活でしょ。とにかく、生きていくためにみんな必死で生き抜いていこうとしてるんですね。で、その姿ってね、愛おしいじゃありませんか。で、そして最後にね、わーっと、花を咲かせるようなね、ドラマティックな、で、そういう物語にしたいと、そういうふうに思っております。さて、とっても嬉しいニュースがございました。で、私のふるさと、長崎でございますけどもね、長崎に関するニュースでございます。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産ですね。まあ遅くに死したというんですが、やっとね、もう戦後70年以上経ってからそういうふうになったんですけどもね、古道家の至りでございます。国内最古の教会、大浦の天主堂、よく私はスケッチに行ったり遊びに行ったりねしたとこでございますけどね、芥川龍之介は何かのね、小説の元になったところもございますんですよ。そういう大浦天主堂でね、とっても懐かしい大好きな天主堂で、でそれはね、また島原の乱、天草四郎時貞がね、これキリシタン一揆でね、宗教一揆だというふうにすり替えられましたけど、ものすごい税金の取り立てっていう、つまりお米ですね、もうめちゃくちゃな悪政を引きましてね、もう飢餓状態になってたんですね。でそれでとうとう一揆になりましてね、それに浪人たちもね参加しましてね、いろいろ指揮をして、そして日暮市場とも言うんですけどね、その島原のお城の跡に立てこもって、でそれが今度ね、その城跡はね、まあ観光でね大勢の方が来るんで少しは良くなったと思いますけど、私が行った頃はねまだ不備でしたね。でここでね、オラショっていうんですけど、昔の古い賛美歌ですね、そういったものをね CD レコードか何かでね厳かに
流してたらいいのになと思ったりね。でそこで お茶でも飲ませながらね忍んで、でそういう話をねちょっとおしゃべりする人がね、休憩する茶屋なんかで話してくれてたら、もっと観光的にね人が呼べるのにね思ったことがあって残念だったんですね。でそれと離れてますけど、五島列島っていうところにはねまだそういう古い教会とかね隠れキリシタンがね潜んでた、そういうところが残ってるんですね。でその信者さんもまだいるんですね。でお羅生を唱えたりなんかしてるみたいですけどね。でもそれがねやっとねこう日の目にを見てね認められたということは、本当にこれでね信者さんたちで過酷な殺され方をした方たちはね成仏できると思いますよ。さて今日はふるさとを歌った流行歌をお届けいたしますね。曲はね1940年発売の誰か故郷を思わざる、これは私が大好きなね歌い手さんでね、キリシャ・ノボルさんっていう大ベテランの方ですけど、クルーンという歌い方がね、昔は流行ったんですね。戦前にとっても綺麗な声でふわーっとこう霞がかかったようなね押し付けがましくない歌い方なんですけどね。で霧島昇さんで人柄もねとってもいい方でね、で奥様がミスコロンビアといってねコロンビアレコードのスターだった方なんです。でその方とご夫婦でしたね。で奥さんがね私のファンだからって言って大先輩なのに私に参与してくれませんかつって学園にいらしてたのを思い出しますね。とにかく霧島昇さん でそして作曲がね大作曲家のね天才的な作曲家で古賀政男さん、この方もとてもいい方でしたね。であと作詞の方は西条八十さんでございます。これはね当時ね戦地に赴いた兵隊さんもね故郷を思ってこの歌をね皆さん歌ったそうでございますよ。ではその、素晴らしい誰か故郷を思わざる、誰か故郷を思わざるって言うんですけどね、下手くそでごめんなさい。ではお聞きいたしましょう。霧島昇さんの歌で誰か故郷を思わざる。花摘むの紅日は落ちて、誰か故郷思わざる。霧島昇さんの歌で誰か故郷を思わざるを聞いていただきました。